こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、いよいよ寒い日が多くなってきて、私は早めですが部屋におこたを出しました。おこたいいですね。冬の醍醐味って感じがします。ただ、ついつい暖かくてそのままおこたで寝てしまうので、風邪をひかないように注意しないといけないですな。ちなみにおこたで食べるアイスが大好きです。非常にわかる。と、余談はこの辺にしておきまして、今日もあなたの PC デスク企画をやっていきたいと思います。応募方法に関しては毎度のことながら、動画の最後で告知させていただきますので、もし応募してみたいという方がいらっしゃいましたら、動画の最後をご覧くださいませ。では、早速一人目の方の紹介からやっていきましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー123番、抹茶さんからの投稿です。抹茶さんからは、3枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。非常にシンプルかつ必要なものが整頓されたデスクですな。モニターはシングルですが、机に対してかなり大きく見えますね。その通り実際このディスプレイは大きいですぞ。ウルトラワイドの21対9となっているようです。なるほど。ウルトラワイドモニターだったんですね。だとしたら、シングルディスプレイでの運用も納得です。ちなみにこの方はいつもウルトラワイドの真ん中で作業を分け、実質デュアルモニターのような使い方をされているとのこと。これならベゼルも一切ないので、非常に快適に作業できそうな感じがしますな。こういう使い方ができるのが、ウルトラワイドの強みですね。ちなみに利用されているデバイス類に関しては、マウスパッドはエレコムさん、マウスはロジクールさんのようで、キーボードはどこのメーカーさんの製品でしょうか。もし思い当たる方がいらっしゃったら教えてほしいです。見た感じ結構高級感はありそうなキーボードですよね。ですです。どんな製品なのか気になっちゃいます。そして、机の端にはちらっと電子ピアノが見えていますね。もしかすると DTM とかもされているのでしょうか。私も一度趣味程度に DTM に取り組んだことがあるのですが、ピアノが弾けないという最大の問題点から挫折しました。もし時間速攻できるならピアノを習います。では、次は PC に寄ったお写真を見ていきましょう。こちらご投稿いただいた、PC 内部のお写真です。上からの見下ろしアングルですな。どの角度から見ても、すぐにわかるライゼンリテールクーラーくん。やはり投稿してくださるライゼンユーザーの方は、結構な比率でリテールを利用されていますよね。実際トップフロー型でスペースもそこまで取らず、そのままマザーに取り付けられる手軽さもあり、何よりおまけ以上の冷却性能を発揮してくれる、まさにリテールクーラーのお手本のような製品です。これだけでオークションで2000円くらいしたりするよね。デザインも黒基調でかっこいいですからね。で、覇気になるこちらの PC のスペックなのですが、CPU にライゼン 7-3700X を搭載、メモリは8が2枚の 16GB、グラボに GTX1660G を搭載したマシンとのこと。おお、かなり汎用性が高そうな構成ですね。ゲームも快適に遊べますし、作業もサクサクじゃないですか。ちなみにいただいたメールによりますと、基本的には Python を用いたディープラーニングをしているとのこと。AI 開発をされているというとわかりやすいかもしれないですな。じゃあ、この高性能も AI 開発のためかもしれないですね。ディープラーニングはマシンパワーがいりますからね。ちなみに私のことはブログから知ってくださったようです。すごいレアケース。あそこは基本的に私の雑記帳ですので、それを見てくださるとは嬉しい限りです。ということで、エントリーナンバー123番、抹茶さんからの投稿でございました。抹茶さん、ご投稿誠にありがとうございました。私も趣味で Python を触っている程度の身ではありますが、いつかディープラーニングについてお話ししてみたいです。すごいディープそうな世界のお話ということは、わかりました。ということで、次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー124番、ラメイラムさんからの投稿です。ラメイラムさんからは、4枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、
そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらがご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。投稿でよく見るようになったラック付きデスクですな。このデスク、利用されているユーザーさんがすごく多いですよね。以前気になっていた時にコメントで詳細をいただいたのですが、かなりお値段的にもリーズナブルな PC デスクとなっていまして。やはり左側のラックスペースの利便性が高く、組み立ても簡単ということでした。ちなみにディスプレイはシングルで、その下にスピーカーが設置してありますね。このスピーカーは BOSE のスピーカーのようなので、非常に迫力ある音を楽しめそうです。また、メールで HyperX が大好きとおっしゃっていたのですが、キーボードもマウスもおそらく HyperX さんの製品ですね。ブランドで統一するスタイルですね。私も一時メイン環境は全てロキャットさんで揃えていました。今はキーボードがリアルフォースに変わっていますが、メーカー統一の場合、同じソフトで LED 制御ができたりと、利便性が高いのは事実だと思いますぞ。ちなみにマウスケーブルは、マウスバンジーで固定していますね。これを見るにかなりのゲーマーさんなのではないかと。一度使ったら、病みつきになる便利さですからね。おそらくなのですが、このマウスバンジーは勉強さんのかと。私も一時これを検討しておりました。では次は PC 内部のお写真を見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC 内部のお写真になります。赤い、まるでマグマのように赤い PC 内部ですな。ファン、メモリ、グラボ、水冷ユニットすべて赤にされていますね。これは、かなり、色へのこだわりが強そうですよ。カラーコンセプトがあるっていうのはすごくいいと思うんです。実際、私も自分のコンセプトカラーを模索しています。好きな色は緑系なんですが、あまり緑系のサプライと買って販売されていなかったりするのが悩みです。さて、そんなコンセプトカラーを感じるこちらの PC の構成に関してですが、CPU にRyzen 5 3600を搭載、メモリは8が2枚で 16GB。グラボには RTX 2060を搭載したマシンとのことです。2連ファンタイプの水冷を利用されているところを見ると、CPU はオーバークロックをしているんでしょうかね。可能性はありそうですよね。Ryzen 5 3600は TDP65W なので、2連ファン間に水冷であればある程度の OC は可能かと。もしくは夏での排熱比の配慮から、そもそもかなり強めに冷却システムを組んでいる可能性もありますな。確かに、これなら、夏でもバリバリ使えますね。ですです。ちなみにディープクールさんの簡易水冷システムは、かなりコスパに優れた商品が多い印象です。私もRyzen 9簡易水冷の候補でしたね。ということで、エントリーナンバー124番、ラメイラムさんからの投稿でございました。ラメイラムさん、ご投稿誠にありがとうございました。もしよろしければ、Ryzen 5での簡易水冷の冷却具合など、コメントにて教えていただけますと幸いです。では、次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー125番、提督ハイパーさんからの投稿です。提督ハイパーさんからは、5枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。ゲームプレイの快適さを追求したようなデスク環境ですな。机の上のデバイス、ゲーミングチェアから照明に至るまで、快適に PC を使うことに特化している感じですね。机の裏にはプラモデルや漫画など好きなものが置いてあり、まさにこの空間は自分の大好きだけを集めたスペース。いやー、私も少年心から、こんな夢の国みたいな場所で PC がやりたいです。ちなみに、利用されているデバイス類に関しては、マウス、キーボードともにロジクールさんの製品とのこと。そして、マイクはブルーマイクロフォンさんの製品であることからも、ボイスチャット含めかなり快適なゲーム環境ですなこれは。ちなみに、ゲーミングチェアはウィルスターと書いてあるのですが、投稿者さんご存知ですか？いや、実は初めて見るものでして、ネットで調べますと、通販サイトが出てくるのですが現在販売されておらず、詳細な情報などを知っている方がいたら教えてほしいです。さて、卓上をざっと眺めますと、ブラックとレッドのカラーがコンセプトになっているようですな。デバイス類が、
ほぼそのカラーで統一されてますね。ちなみにメールにて、マウス塗装をしたという内容をいただいたので、もしかするとご自身で塗装されたガジェットも多いのかも。自分で塗るという行動力、見習わねば。では次は PC 内部のお写真を見ていきましょう。こちらがいただいた PC 内部のお写真になります。内部は上部がレッド、下部がグリーンですな。電源配線はレッドにされていますね。最近は電源配線もカラフルですからね。コンセプトカラーに合った配線を選べる時代です。さて、気になるこちらの PC のスペックなのですが、CPU は i7-9700K、メモリは8が4枚で 32GB。グラボには RTX2070 スーパーを搭載しているとのこと。おーすごい。どの構成もまんべんなくハイエンドですね。そして皆様お気づきでしょうか。実は、メモリもブラックとレッドのカラーになっております。これはマジですごい。というか、このアイディアがすごい。LED でカラー分けは時々見るのですが、ヒートシンク単位でのカラー分けはマジで驚きました。このために 8GB を4枚差しにしている可能性があるのでは？なくはなさそうですね。ちなみに環境から薄々気が疲れている方もいると思いますが、実はこの方は普段ゲーム配信をされていらっしゃるようでして、このハイエンドな構成は、配信しながら快適にゲームをプレイするための環境なのだと思います。やはり配信しながらとなると、これくらいの構成が必要になってくるんですかね？かもしれないですな。特に快適にプレイする、ということを軸にするとそうなる気がします。ということで、エントリーナンバー125番、提督ハイパーさんからの投稿でございました。提督ハイパーさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみに SNS 含めいくつかのアカウントをいただいたのですが、今回は Twitter のアカウントを告知させていただきます。概要欄に掲載させていただきますので、もしご興味があれば、ツイッターや配信などに遊びに行ってみてくださいませ。ということで、今回は以上3名の方の紹介で終わろうと思います。ご投稿いただいた、抹茶さん、ラメイラムさん、提督ハイパーさん、ご投稿誠にありがとうございました。ありがとうございました。さて、デハ動画の最後に本企画への応募方法ですが、本動画概要欄に、写真投稿に関してはこちらという形で、私のブログへのリンクを貼らせていただいております。こちらのブログ記事内にて、応募に関する要項や、応募先のアドレスなどを記載しておりますので、応募してみたい、という場合は、まずブログの要項をお読みの上、ご同意いただけましたら指定アドレスへ送付をお願いいたします。画像サイズや内容などが要項と異なってしまいますと、ご紹介できなくなってしまいますので、ぜひ要項はしっかりとお読みの上でお願いいたします。じゃあ、あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。